皆さん、こんにちは。パースです。日本語版第3回タイ語講座へようこそ。今日のレッスンでは、自分と相手の呼び方と、名前と年齢の聞き方を教えたいと思います。もしこの動画が好きでしたら、登録といいね、よろしくお願いします。そして、これからのレッスンで教えてほしいことがあれば、コメントしてください。では、始めましょう。イエーイ。日本語は私、僕、俺など呼び方がたくさんあります。タイ語も同じようにたくさんあります。もしタイのドラマを見たことがあったら、きっといろんな自名詞を聞いたことがあると思います。まず、自分の呼び方を2つ教えたいと思います。それは、ポンとチャンです。この言葉は日本と比べたら、私と僕のような丁寧な言い方です。ポンとチャンという言葉は、クラップとカの同じように性別によって使い分けます。ポンのイントネーションは低いところからスタートして、そしてちょっと上がります。ポン、ポン、チャンのイントネーションは普通に上がります。チャン、ちゃん。次は相手の呼び方です。その言葉は、くん。くん。日本語と比べたら、くんという言葉はあなたみたいです。くんは、こっくんのくんと全く同じです。くんの発音は、もう、ベーシックタイ1に教えたので、もし見ていない方がいれば、ぜひ見てください。お名前は何ですか？はタイ語で、くんちゅうあらい、くんちゅうあらいと言います。ちゅうは名前という意味です。単語の発音とイントネーションを確認しましょう。イントネーションはちょっと辛い。イントネーションはちょっと高い。今日はちょっとやばい。めっちゃ噛んじゃってる。もう一回。チューのイントネーションはちょっと高いところからスタートして、そしてちょっと下がります。チュー、チュー、チューの次は、アライ。アライ。アライは何という意味です。イントネーションは棒読みです。棒読み。この言葉言うのちょっと楽しいです。名前を聞くのは初対面の時が多いと思うので、丁寧な聞き方がいいですよね。もっと丁寧に聞く方法はとても簡単です。最後に、男性ならクラップ、女性ならカをつけます。僕なら、こんちゅうあらいクラップ、こんちゅうあらいクラップと言います。女性なら、こんちゅうあらいカ、こんちゅうあらいカ、と言います。ちょっと注意してほしいことがあります。質問するときのかはいつも通りのとちょっと違います。いつも通りのはか、か、下がります。でも質問なので、このかは逆に上がります。だから、かじゃなくて、か、くんちゅうあらいか、これは日本語と英語と同じです。例えば日本語で質問するときは最後に上がります。お名前は何ですか？みたいな感じです。書き方もちょっと違います。上の方にはこの点。この点は my a。my a と言いますが、質問するときは my a。ないです。自分の名前を伝え方を勉強しましょう。さっき教えたポンとチャンを使います。まず、自分の呼び方。そして、チュー。それから、自分の名前。最後に、クラップ。または、カ。です。僕なら、ポンチューパードクラップ。ポンチューパードクラップと言います。タイには、パースという女の人もいるので、ちょっとパーセちゃんになって言ってみます。女性なら、チャンチューパーッカー、チャンチューパーッカーと言います。
おいくつですか?はタイ語で、くんあゆたおらい、くんあゆたおらいと言います。単語の発音とイントネーション確認しましょう。あゆ、あゆは年齢という意味です。あという部分は長い音で、イントネーションは一定です。ゆ、ゆという部分は短い音で、イントネーションは上がります。ゆ、ゆ、スムーズに言うとこんな感じです。あゆ、あゆ、次の言葉は、たおらい。たおらい、たおらいは、いくつとか、いくらという意味です。たおという部分は、カタカナのう、使っていますが、これは日本語のうじゃなくて、タイ語のう、うなので、口を丸くしてくださいね。たう、たうじゃなくて、たお、たおみたいな感じです。イントネーションは、高いところからスタートして、そしてちょっと下がります。たお、たお、らいのイントネーションは、普通のトーンからスタートして、そして下がります。らい、らい。僕がこの言葉を言うときに、高いところからスタートして、そしてずっと低いところまでイメージ持ってながら言います。こんな感じです。タオライ、タオライ。もっとより丁寧に言いたいときは、男性はクラップ、女性はカを最後につけます。例えば、男性なら、くんあゆタオライクラップ、くんあゆたおらいクラップ。そして女性なら、くんあゆたおらいか、くんあゆたおらいか。これは質問なので、普通の下がるかじゃなくて上がるかです。くんあゆたおらいか。年齢の教え方は名前を教え方と大体同じです。ただ中の代わりにあゆと言います。まず、自分の呼び方。そして、あゆ。それから、自分の年齢。最後に、クラップ、または、か、です。今日のレッスンで勉強したことを復習しましょう。自分の呼び方は、男性なら、ポン、ポン。女性なら、ちゃん、ちゃん。相手の呼び方は、くん、くん。名前の聞き方は、くんちゅうあらい、くんちゅうあらい。名前の伝え方は、自分の呼び方、ちゅう、そして自分の名前。年齢の聞き方は、くんあゆたおらい、くんあゆたおらい。年齢の伝え方は、自分の呼び方、あゆ、そして自分の年齢。日本語版第3回タイ語講座が終わりました。今日見ていただいてありがとうございます。第4回のレッスンで教えてほしいことがあればコメントしてください。ではまた今度ね。バイバイ。